はい、皆さんこんにちは。早稲田大学混声合唱団です。今から説明を始めていきます。はい、通称私たちは総混として呼ばれています。団員数は70人ぐらいいる、人数でいうと学内最大規模の合唱団です。はい、総混の魅力を早速説明させていただきます。まず一つ目は充実した練習環境ですね。私たちの総混も4人に1人ぐらいは合唱を大学から総混から始めた人たちがいるんですけども、その人たちも専任指揮者の八広和美先生や各パートのボイストレーナーの先生の指導の下でめきめきと、実力をつけていって、最終的にはパートリーダーとかを務められている先輩もいらっしゃいます。次、総混の魅力2つ目は居心地の良さです。同期はもちろん先輩後輩や、卒業した OB、OG の先輩とかとも、連絡を取り合うぐらい仲のいいなんで、みんな、早慶戦を応援しに行ったりとか、新2年生のみんなで、演奏会をした時の写真でみんな楽しそうに写ってますね。はい、行きましょう。はい、続いて総混の年間予定です。新入生の皆さんは4月、5月、7月のこのピンク色の文字で書かれているイベントに参加することができるんですけれども、今年はちょっと新歓合宿ができなさそうなので、新歓イベントをこれからまた紹介するんですけど、そちらに参加していただいたり、7月には新入生と私たち新入生担当で練習した成果を発表する新入生演奏会というのもありますので、そちらに乗りたいなって人はぜひ練習に来てみてください。秋学期になりますと上級生と一緒に活動していくことになります。夏合宿できたらいいなって思ってるんですけど、夏合宿の次に書いている発声会、八の声の会というのは、八広先生が教えられている8つの合唱団でジョイントコンサートする会でございまして、ここで、一緒に歌えるよっていう、いろんな人と歌えるよっていう会があります。12月には我々だけで定期演奏会をしていますので、そこで大きな合唱をしていこうかなって、していきましょう。次、今後の新刊ネッティについてお知らせします。今日早速月曜日ですので、5、6限目の時間帯に練習がございます。ぜひ遊びに来てください。どうぞ。最後に演奏会のお知らせです。混声合唱団スプリングコンサートを4月10日来週の日曜日嘘今週の日曜日に、早稲田方子園スコットホールというとこ、文キャン富山キャンパスから歩いて5分ぐらいのところにあるホールでスプリングコンサートを行います。新入生の皆さんと行っていく今日の練習でも扱う曲を、上級生が歌う番もありますので、ぜひいらしてください。各種 SNS で QR コードを読み取っていただきますとフォローできますので、ここからフォローしてみてください。以上です。ありがとうございました。